レスリング始めたきっかけは、まあ、お父さんがもともと格闘技が好きで、まあ、小学校1年生の時にレスリングのなんか体験に行ったのがきっかけですね。最初の頃は本当全然勝てなくて、後から始めた子も勝ってるのに自分が勝てなかったりとかってずっとあったんですけども、それでもお父さんと一緒に、まあ、お兄ちゃんもやってたんですけど、まあ、家族で頑張ってきてって感じで、そこからまあその努力がだんだんこう出てくるようになって、そこからレスリング好きになって、まあ、ずっと続けてやってましたね。